本日も2022明治安田生命進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、もうぐっと、はい、ね、気温も下がってきたし、たくさんの方に来ていただきましたね、うん、よかったです。僕このトークショー毎回出てるんですけど、飽きられてないですか、うん、大丈夫ですよ。皆さん、皆さん楽しみされてますね。また出てきたよって思われたら、いやいや、ない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 、もういろんな話をね、はい、聞いていきたいと思います。それでは早速ね、はい、続いてのプログラムなんですけども、クラブ創設30周年特別企画、クラブ OB トークショーでございます。今日のゲストは J リーグ元年からサンフレッチェで活躍され、日本代表としても J リーグ創成期を盛り上げた選手です。そしてサンフレッチェユースでの育成やアンダー16など年代別日本代表監督としても有名な方でございます。もう皆さんね、もちろん分かっていると思うんですけども、早速お呼びしていきたいと思います。森山芳雄さんです。どうぞ大きな拍手をお迎えください。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。森山さん、はい、紫のこの世界に戻ってまいりましたね。すごい人ですね、あと僕も本当暑いんで5人ぐらいで寂しいトークショーになるんじゃないかと思ってましたけどすごいですね。もう中井さん、皆さん楽しみに、ね、来られてますよ ね、 ありがたいです。聞きたいですよね。あのもう堅苦しいのなしで、うんうん、僕たちもゴリさんで、あ、ね、いいんですか、呼ばせてもらいましょう。ダメ、ゴリさん、ダメ大丈夫です。ありがとうございます、はい、ゴリさんと呼ばせていただきます、はいはい。いやー、もうゴリさん、はい、いや、なんかやっぱりちょっと違和感ありますねちょっと勇気出して言ってみたんですけど、なんかサンフレッチェユースを受験したらしいじゃないですか。そうなんですよ、実は縁があったっていうね。そうなんですよ。で、最後は残りゴールキーパー僕ともう一人だったんですけど、最後ゴリさんに落とされましたすいません、ゴールキーパーコーチが悪い惜しかったんですけど。惜しかったですね。吉田の、ね、練習場まで行ってユースの練習参加させてもらいまして、そしたら、ね、皆さん、ユースの皆さんが監督のことをゴリさん、ゴリさんって呼んでて、うわ、受かったらゴリさんって呼べるんだと思ったんですけどゴリさんに落とされちゃいまして、やっとね、やっと呼べました、やっと呼べました。ありがとうございます。毒性が平重隆一選手だったりとか、あ、今、はい、ジュニア、うん、ジュニアの監督してる、うん、そうですよね。今すっごいしっかりやってますよ、堀さん。いやー、びっくりですね。中学校の時に監督のね、うん、ことを無視してたり学校でも大変な問題じゃったのが、うん、今やね、うん、子供たちを教えてるんで、そうですよ、すっごい礼儀正しくなってますよやっぱり高校時代の指導者が良かったんですかねでもそういう成長みたいなところもたくさん見れるってことですよね、ゴリさんは。そうですね、変わりますからね、一番変わる時期ですしね。そうですよね。いや、でもね、やっぱり皆さんその育成時代の聞きたいと思うんですけれども、はい、やっぱりそういうね、龍一しかり他にも羽根刈りいっぱいいたじゃないですか、はい、そうですね、いっぱいいましたね。そういう子たちの扱いっていうか、うん、どういうことを気をつけてやってたのかなと思って、やっぱりね、変なのいっぱい来るじゃないですか、はい正直言うとちょっとやんちゃなのは、まあこういう変わったのも気がするんベストオブ跳ね返りは誰だったんですか。ベスト、そうですね、記憶に残ってる、印象に残っている、まあ柏木とかね。ああ、もうあれはね、いじけ虫でねもう入団して2日目ぐらいから泣いてるから、お前どうしたんだって言ったら、来るところ間違えましたとか泣いてるんですもうね、今やっぱポジティブじゃないとダメだダメだって言いますけど、あんなネガティブなやつがプロで、まあ、代表もちょっと入ったりしたんでね、うん、ネガティブなやつでも無理でもないぞみたいな一つの、ね、例にはなるかなと。なんで泣いてたんですか、入ってきたの。もう自分が何もできなくて、はいはいはい、レベルが高いところに来すぎてしまって、はい、もうほんとちっちゃなタウンクラブの子だったんで、はい、もうそういうレベルでやったことがなくて、もう来るとこ間違えました、帰りたい帰りたいって言ってました。その壁はどうやって乗り越えた。確かに、まあそのうち慣れるよ騙し騙し、なるほど、そんなに、まあ、いける頑張れとかじゃなくて、結構じゃあやんわりみたいなあれですか。そうですね、まあ、そういうやつにね、いきなりなんか厳しいこと言ってもダメなんで、まあまあまあって言いながら、はいはいはい、でちょっともう2年生ぐらいになったらすごいスタメンで中心になり始めて、はい、うん、
で途中交代していつも出てない上級生のやつ出したりしたらちょっと怒ってるんですよ。あもうそういう時は捕まえてみんなのそれあの全国大会の 準決勝ぐらいでみんな大喜びしてサポーターのとこ行ってるところで捕まえて、はい、お前ちょっと来いって、まあ、ふざけんなよお前おい今だったらパワハラで大変なことになってますけど、お前ねこう点差がついて交代していつも出てない子を出してあげてるのはお前そういうこいつがどういう思いして練習してるのか想像したことないのかみたいな感じでこんな優しく言ってないんですけど今だったらだいぶパワハラとかいろいろありますから、僕も今言葉をねいろいろ選びながら指導してます。陽次郎とかはどんな感じだったんですか？陽次郎とかそうですね、あれはなんかひょうひょうとしてましたね。あどっちか見たら同じ、はい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 、同じ匂いがする感じで、あ真さんのまあだからあのあんまりそのこう 100% は聞いてないみたいな、ああ監督分かりました、でも俺こういうプレーもできますよみたいな、なんかちょっとこう自分でアレンジして監督に言われたままやるんじゃなくて、自分でアレンジしてこうもっとすごいことをやるような感じでしたよね。ああそうなんですね。それで言ったら今の、はい、それこそサンフレッチェで主力として戦っているユース出身の選手で、はいはいはい、ゴリさんの教え子というと今はあの野津田学人が、あいつは中3の時から来たんで、はい、4年間ユースにいたんですよね。あそうですよね。ほんで、まあ、高校3年生の時には高円宮杯優勝 であいつは MVP まで取って、で高校3年生の時にデビューしてこれはっていうとこからまあ紆余曲折をして苦しんでね、で、カズ、コージの番号、コージさんですね、コージの番号、ね、森崎兄弟の重圧で潰れて、うん、んで潰れて、また潰れて、やっとですね、やっとなんか見てて、ああ、やっと主力になってきたかなっていう。ちょっと相談とかしてきたりするんですよ、コージさん、プロになってからとか。なんかあのたまにこうチーム変わりますとか戻りますとか、はいはいはい、そういうこうあの移動の時とか電話変わってきたりして、プレーのこととかそんなに聞いてこないんですか？いや、まあ、あのプレーのこと聞くやつあんまりいないですねひどいですよ、牧野とかなんかこう1年とか2年に1回ぐらいこう集まったりするんですけど、はい、そういう時もゴリさんにサッカー教えてもらったことないっすよねみたいなじゃなくてなんかこうもっとね、なんか目標持てとかそれ 100% でやってんのかとか、こういろいろ生活のこととかこう取り組み姿勢のことは言われたけど、サッカーの細かいことあんまり教えてもらってないですよねみたいなことは言われたことあるんで、あんまり選手はみんな期待してないんじゃないですかそこは。じゃあまあいろいろねプロ選手ね輩出されてきてますけど、まあ、プロになって活躍するような選手、はい、みんな持ってるようなものとか、はい、ゴリさん感じるものってあったりします？こいつはいけるだろうなとか、はい、ちょっと難しいかなとか。そうですね、やっぱ 武器そいつにしかない武器みたいなのがあるかどうかっていうのは大きいんじゃないかなと思いますよね。まあそれは例えばあの昔の活躍した岡崎選手みたいに、はい、へったくそだけどもう本当に低いボールでもダイビングヘッドで突っ込んで相手の一歩前で触るみたいなやつでもそうですし、とにかく声出して戦ってもうピッチの中で本当にもう頼りになる、それも武器だし、まあテクニックがあってすごいイニエスタ選手みたいにボールをさばいて周りをこうね活躍させるようなのも武器ですし、そういう何にかしらフォワードだったらもうどんなボールでも前向いてシュートを打って決めると、そういうなんか何かしら誰にもないような武器持ってる選手がやっぱり将来活躍できるんじゃないかなと思います、ね。そういった意味ではちょっと失礼なんですけれども、ちょっとゴリさんの現役時代のプレー僕ちょっと分かってなくて。本当ですか？ゴリさん自体はどういうプレイヤーだったんですか？まあ、自分で言うなら。そうですね、今も言いましたけどイニエスタとかシャビとかまあどっちかと言ったらこうね、ゴリさん今日一の爆笑が。あ、爆笑おかしいですよ。爆笑おかしい話ですよねそうですね、でもあの僕がドリブルしてシュートを打とうとしたら
風間さんに打つなとか、とか言われるような選手でしたね。それね、僕もね、現役時代森脇亮太チュンソンに言われてんのをよく見ましたよ。あ、本当ですか。じゃあシュート打とうとしたら打つなって。じゃあ僕森脇系っていうことですか。一番嫌な。でも森脇にもよく会うんですけど、今指導者の資格取る勉強とかもしてるらしいんですけど、うん、なんか本当それを教えてる指導教官の方が、はい、あいついいやつだね、面白いね、ちょっとバカだけどゴリにそっくりだねってよく言われます、ね、森脇選手がもうゴリさんのね、その系譜を受け継いでるんですよね、はい、なんか自分でもそう思ってるらしいです、森脇は。俺がゴリさんを引き継ぎますから、ね、やめてと思いますけど、ね、いやでもゴリさんの名言あるじゃないですか、うん、気持ちには引力がある、引力がある、はいはい、あれよく言ってますもんね。本当ですか。広島すぐ来て言われましたもん、すごい。気持ちには引力がある。まあ2つぐらいしか覚えられないやつなんで、まあ、1つ覚えてるっていうのは素晴らしいことです。なるほどですね。で今まあ、アンダー16であったりとか、アンダー17、はい、アンダー の、はい、監督も今されて、はい、監督をされてるじゃないですか、はい、指導する中でこうユースとアンダーの違いってあったりするんですか。そうですね、まあ、うん、まあ、一番違うのは毎日ね、ユースだったら吉田町に毎日通って、毎日選手たちとで学校の先生とかね、寮の中でも選手とずっと、まあ、触れ合った中でこうね指導していけるんですけど、代表っていうのはもう本当に1ヶ月か2ヶ月集めて、でそこでまたバイバイで、であとはもう視察してこいつどう変わったかなみたいなことを見て、まあ、実はねこちらのご子息様は、はい、今アンダー16の代表の選手なんですよ。見ていただいてるんですね。いやー、お父さんそっくりでテクニックあるんですけど、うん、ヒョロヒョロで、そうなんですよ、玉際弱くて、ね、そうなんですよ。もうお父さんの真似すんなよって言ってるんですけどね。でもゴリさんに言われた言葉がすぐ引っかかってて、すごい負けず嫌いなんで、その代表の練習帰ってきた後にあと5キロは必要だなって言われて帰ってきて、2ヶ月後ぐらいには無理やり食べて5キロ増やしてました。すごい、素晴らしい。でも今さらに8キロ太れて言ってますけどね。多分ね、言われるともう多分意地になって食べたりとか、うん、まあ、負けず嫌いなんで言ってもらったら多分頑張ると思います。あ、じゃあもうそう言ってくれることに言ったことに対してどんどんこう結果を出してくる選手って、これやっぱり見てて楽しいですか。はい、そうですね、だから僕ら代表だからもうポッと集まってそこで宿題与えて、うん、次に変わってくるやつしか残っていかないんで、こう同じ課題をそのまんまにしてるようなやつは、あ、こいつ伸びないなって思っちゃうんで、やっぱりこっからもっとこういうプレーが必要だねって言った時に、次来た時にこう変わってる選手は、あ、こうやって成長していくんだなって想像できるじゃないですか。うーん、楽しみですね。じゃあ中井さんのね、ご子息もちょっともうビシビシ言ってください。3年後ぐらいにあそこのピッチで活躍、うわ、3年後多分ね移動してます。スタジアムできるんで、そっちじゃなくて、ね、あの山越えたとこね。本当ですね、すごいですね、そういうところでね、また新スタジアムでやれたら素晴らしいですよ ね、 そうですね。でもこうやって今回はこのエディオンスタジアムに、ね、戻ってきたわけですけども、当時の思い出でいうと、うん、どういうことをこう一番印象に残ってますか。そうですね、うん、まあいろいろありますけど、やっぱりチャンピオンシップとかね、うん、はい、ベルディに悔しい負け方をしましたけど、まあでも当時本当にここ満員になって、その階段まで人が埋め尽くされていたっていうようなね、まあそういう時もありましたけど、あのシュートすごかったですよね。ラモスさんのアウェーでね、こっちで 0-1 で負けて、チャンピオンシップのアウェーで第2戦戦って、はい、0-0 でこっちも惜しいチャンスがありながら、うん、最後伝説のラモスのループシュートがありましたね。はい、あれ誰かが抜かれて僕がカバーに行って、うん、お、間に合ったなと、ラモスさんとゴールのこのね、うん、コースを切って、うん、はい間に合ったと思ったら、はい、ビヨーンってこうビヨーンって巻きながら僕の脇からボールが多分30秒ぐらいかかってますけど、ね、体感ではね。
あれキーパーの川野選手もね、うん、こうやるしかなかったですからね。もう記憶残りますね、あれは。いや、あのゴールがね、出てくるたびに僕がこうやってる屈辱ですよね、屈辱。やっぱりこう対峙してもやっぱりそういう伝説的な、ね、プレイヤーともたくさん対戦してるわけじゃないですか。やっぱうまいなって感じですか。そうですね、まあ、あの当時は結構世界の一流の選手もね、結構いたんで、まあこんな選手やれるんだみたいなのはありましたよね。そうですよね、もうすごい経験をね投げちゃったくさん、ね、いやもうね、憧れのね、世界でしたけれども、小石さん、いろいろやっぱり指導者としても、うん、あの子供たちに多分ね、森脇みたいにあの言葉残して影響を与えていると思うんですけど、ゴリさん自体誰か影響を受けた人っていますか。うん、あそうですね、まあ監督としてはバクスター監督とかね、うん、あとはやっぱり指導者としては今西総監督っておられて、やっぱり今西さん、の教えが僕ら、まあ、松田サッカー部から始まってサンフレッチェの選手たちの中にはもうものすごい深いところにこうね落ちてるっていうか、うん、だからこそ森保監督もはじめね、片野坂さんもそうだしね、風間さんも高木とかこういろいろ指導者も出てきてますからね、小林慎二さんとかね、うん、そうですよね。どの辺が今西さんのやっぱり受けてやっぱりここが響いたなっていうところはどういうところなんですか。まあ、サッカーとして一流の人間になるというか、まあ、サッカー選手である前に一人の一人前の一流の人間になれというところが、まあ、一つの大きな教えですし、それと広島っていうのは当時はこうやっぱりお金もそんなにね潤沢ではないし、選手をこう買って集めることができるクラブじゃなかったので、選手来た選手を大事に育ててこう教育していい選手にしていくっていうところで、教育っていうキーワードを掲げて、いろんなその社会人教育も含めて、いろいろ選手をこう人間的にも成長させていい選手にしていくっていうことをされた方じゃないかなと思います。なんか今ではよく聞きますけれども、うんね、選手たち英会話させたりとかみたいなのって結構 ね、新しかったのかなと思います、はい、話し方教室とか、はい、まあ、いろんな、あとは一流アスリートの選手を呼んできてお話を聞くとか、いろんなで感想文を書くみたいな、はい、で、まあ、僕は結構感想文得意だったんですけど、やっぱ得意じゃないやつもね、あのパンチ佐藤さんとかね、あんまり固有名詞いや、ライブさんも言ってました、パンチ佐藤さんのことは言ってたんで、大丈夫です苦手な方もおられたね、あの森脇、また話戻しますけど、森脇も文章書けないやつだったんですけど、あいつ欠点よく取ってきたんですけど、お前、あの、社説があるじゃないですか、はい、社説を要約して、で感想をかけて、はい、もう欠点で本当は練習停止だけどかわいそうだから、それを1週間したらもうなしにしてやるって言ったら、で社説をあの要約して感想、これ難しくて僕には分かりませんもうある意味素直、もうそれ以上こっちも何もいいあんまり選手に難しい課題をね、その子に合った課題を与えないとダメだなと、その時僕も勉強になりましたまあそういう、まあ今西さんもそういう取り組みをずっとされてて、はい、でもだからそういう意味でね、その時携わった方たち、指導者になられる方とかね、今も活躍されている方多いですもんね、やっぱり。そうですね、やっぱ人を大事にするっていうことが一つ大きなキーワードじゃないかなと思いますね。来てもらった選手をもう一人前にして、まあ、いい選手に育てて活躍してもらうというのが根底にあったんで、まあどことかのクラブみたいにおバーンとなんやめときましょうじゃないと、ね、広島を、ね、そうじゃないと、まず人だと、はいね、人としてどうかっていうところですね。だからね、もうサンフレッチェの選手見てくださいよ、みんな本当もうすごいサッカーに対して本当真剣に向き合ってますし、人間的にもね、非常に信頼のおける
あの選手たちばかりだと思うんで素晴らしいなと思います。嬉しいお言葉をいただきまして、もうあっという間にね時間が経って間もなく終了時間になるんですけども、一つは今のこのサンフレのね、はい、現状というか今のサンフレチェゴリさんはどう見られますか。いや強いです。おお嬉しい。強いですね。これは、うん、あのやっぱり生きのいいやつがかなり前線からプレッシャーかけて、うん、あの奪ってからのスピードもあるし質も高いですし、これ僕はあのマリノス戦、はい、あの水曜日にあった試合たまたま見れたんですけど、あの試合なんかもう完璧な試合だったんで、うん、今ねマリノスが優勝候補とか言われてますけど、はい、それをもう完璧に、うん、本当圧倒した試合、 3-0、4-0 になってもおかしくないような試合だったと思いますし、あガンバ戦はね今週の水曜日のガンバ戦は残念でしたけど、その、うん、失点するまでほぼもうどうやってもこれガンバ難しいんじゃないかというような試合だったと思うんで、うん、まあそういう試合を、まあ、勝ち負けは当然どのチームもやって あると思いますけど、はい、あの試合を続けている限りやっぱりしっかり勝ち点を積み上げていける戦いをスキペ監督ね素晴らしい監督さんなんで、優勝争い全然できると思いますね、はい、嬉しいですね。今日の試合ズバリ、はい、今日あの僕が現役の終盤1年間だけいた岩田そうなんその1年間の話聞いてもらえます。時間過ぎて大丈夫です、はい、1年間2月に入団して9月まで出場ゼロ、サブもゼロ、でもどこかで一度は必ずチャンスがあると思って9月にスタメンをつかみました。初めて、はい、初出場初スタメンで、うん、浦和レッズ戦、はい、もう本当に鼻息が荒く、今日絶対勝ってチャンスをつかんでやると思って前半 1-0 リード、前半終了間際相手選手がゴールキーパー抜いてシュートを打とうとしているところに間に合ってしまって掴んで倒して PK 退場逆転負け。それで僕の1年間終わってしまいました。すごい3連コンボが決まってしまったんですね。はい、そんな苦しい時代もありました、うん、そうですよね。そうですか。いやもう話聞いてたらどんどん中井さん引いていきたくなりますね。ね、もういろいろ聞きたいんですけど、お時間が来ましたか、はい、オーバーしてますよ。いやもうそうですか。はい、いいですか、ね、じゃあもうちょっとこのサッカーの話この辺りにさせていただいて、はい、まず中でもね少しねハーフタイムちょっとねトークショーがございますので、そちらの方もね楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあここで終わると思うじゃないですか。この後まさかのゴリさんに食レポをしていただきたいと思います。聞いてないよ。聞いてたじゃないですか。ありがとうございます。ここからはですね、スタグルをですねご紹介させていただきたいと思います。そしてゴリさんに食べていただきますのでね、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと準備をしますね。今日ご飯は食べられましたか。お昼ご飯は食べました、ね、お腹の具合はどうですか。まあまあ減ってもいなくもないかな。いなくもないです。結構がっつりな子が来ます。がっつりな子が来ますので、はい、ちょっと待ってくださいね。なんでしょうね。はい、ではですね、はい、お店の方に来ていただきますのでよろしくお願いいたします。大きな口でお迎えください。ガネーシュの、サンジクさん、よろしくお願いします。じゃあですね、こちらに置いていただきまして、まずはこちらがどんな商品なのかをですね教えてください。ですね、こちらは、うん、インド人が作った、うん、スパイシーなカレーっていうことで、うん、そうですね、ちょっとスパイシーなんですけど、うん、多分食べてみたら多分絶対美味しいと思うんで、うん、ぜひ皆さん一回食べてみてください。ありがとうございます。めちゃめちゃ日本語、森脇より日本語うまいです。お上手です。ありがとうございます。もう普通にね、ネイティブで素晴らしい。じゃあゴリさんにですね、はい、このガネーシュさんの、日本、インド人が作った日本風カレー、こちらをね、日本風カレー、日本風カレーでございます。結構スパイシーって、ね、ちょっとスパイシーってね、サンジクさんおっしゃってましたので、カツも入ってる、ね、これはチキンカツですよね。そうですね、うん、がっつり行ってみてください。すごい、ゴリさんの食レポを見れるなんて。カツが来ました。いかがでしょうか。
美味しい。ああよかった。カーツって感じですね。いいですね。これはかなりカーツですよね。やっぱスパイスがね、日本のカレーよりも7種類ぐらい多く入ってるような感じ。種類の数まで分かっちゃう。7種類で合ってます。合ってますか。そうですね。違った。いや大丈夫ですよ。大丈夫です。そのぐらいね、たくさんのスパイスが入ってるところですもんね。カツもね、うん、がっつりカツですね、結構。あ、じゃあもう皆さんもここでね、これ食べてエネルギーをね、チャージしていただきたいと思うんですけども、お店の位置はあちらですよね。皆さん向かって右手側のガネーシュさんですよね。そうですね。はい、ぜひですね、今の堀さんの食レポを受けて食べたいと思った方はあちらのね、お店の方にも行ってみてください。よろしくお願いいたします。ではガネーシュさん、サンジさん、ありがとうございました。どうも。お値段の方もね、ごめんなさい、伝えておきますね。お値段が800円なんです。はい、800円で、はい、800円、自信を持っていく、大丈夫ですよ、800円でございますので。何か言ったら安くなるのかなと思って、カツがこんな大きいカツが入ってますから ねもうガッツリ、はい、今カツも高いですから、あの値段上がってますから、どんどんね、いろんなものが上がってますので値段は800円、ガレージさんはあちらでございますのでね、ぜひとも皆様行ってみてください。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてゴリさん、はい、もう本当にたくさんのお話をありがとうございました。じゃあこの後はですね、ハーフタイムでまたトークショーでよろしくお願いいたします。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。山中さん、あっという間でしたね、はい、ねえ、多分ずっと話してられますよね。そうですね。そしてずっと